こんにちは、グランピーです。今日はこの10年ぐらい前に買われた自転車をオーバーホールとカスタムしたんで紹介していきます。で、もともとはドロップハンドルで、10年ぐらい前に買われたものですごいボロボロだったんですけど、新車を買い替えるんじゃなくて、このフレームを生かしていろいろカスタムしてくれました。ちょっと最近の流行とか、グランピーっぽいスタイルを取り入れてるんで、どんな感じにカスタムしたかっていうのを紹介していきます。一番僕が言いたいのは実はこれですね。ウルフトゥースの部品なんですけど、アルテグラの純正のこの部品を外して、ウルフトゥースのこの長めのリンクをつけると、ロードのリアメカでも 1142T が使えます。で、前回 YouTube でタンパンっていうのを紹介したんですけど、あれが1個前のモデルっていうか、これが後発なんで、もしロードのレバーとロードのリアメカを使いたい人はこの部品がすごいおすすめです。さっき動かしてみたんですけど、全然不具合もないし、当たり前ですけどすごくいいものです。で、昨日飛島街道行ってきて、僕もこれ使っててすごい良かったんで、坂苦手な人はこれおすすめです。あとはここですね。これか。以前のモデルが感知ブレーキだったんですけど、今回ブレーキを V ブレーキに効くタイプのモデルにしてます。で、感知だとこの辺にアジャスターがあるんですけど、 V ブレーキはアジャスターがないんで、こういうダイヤコンペから出ているこういうアジャスター付きのバナナっていうのがあるんで、ぜひこれを使ってください。ブレーキすごい効きます。あとは注目なのがリムですね。リムも全部これ真っ黒にします。そのうちブレーキかけてくると、この面がシルバーになってくるんですけど、なんかこのマットブラックとかブラック系が僕は好きなんで、全部ブラックにします。あとこれですね、今流行りの 1x11 といってウルフトゥースですね。これが 40T です。40にした理由は、後ろが 1142T を使えるので、チェーンリングは 40T にしてます。タイヤも本当は 40C にしたかったんですけど、マシンの見た目から言って32とか35ぐらいが良かったんで、今回 35C をつけてます。あとサドルはもうグランピーオリジナルの人気ナンバーワンの WTB です。これはシルベラードっていうモデルで、オンロード向きのサドルになってます。で、この修理が、大体総額で15万円ぐらいかかってます。やっぱ1台の自転車を長く乗るっていうんで、こういう15万円ぐらいかけても、僕はいいんじゃないかなと思います。もしこんな感じにしたいとか、もしあれば一緒に相談して、こういうかっこいいちょっとグランピーっぽい自転車を一緒に組んでいきましょう。フレームはマットブラックですね。それぐらいかな。以上です。チャンネル登録もお願いします。もしこの自転車の詳細について質問があれば、コメント欄に書いてもらえば、僕が返事しておきます。以上です。